第11管区海上保安本部によりますと、今日午前9時半ごろ、石垣島の沖合およそ 7.2 キロの地点で貨物船が座礁しました。座礁したのは全長140メートル、重量およそ8400トンのパナマ船籍の貨物船シンハイズー2で、中国人の乗組員19人が乗っていました。海上保安本部のヘリが19人を吊り上げ、およそ4時間後に全員が救助されました。怪我人はいません。船はリーフに乗り上げ浸水していますが、油の流出はないということです。現場周辺の海域には当時海上強風警報が発表されていて、貨物船から座礁のおよそ30分前、風に流されてリーフへ近寄っていると近くを航行していた巡視船に連絡があったということです。海上保安本部が詳しい座礁の原因を調べています。